MacBook Pro を使って動画書き出ししたいんです。でもどれぐらいの時間かまだわかりませんという方はですね、ぜひこの動画を参考にしてみてはいかがでしょうか。どうも、ショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。シェアさせてくださいみたいなですね、そういう動画になります。まあ、僕はですね、世界中どこでも移動しながら、どこでもいつでも仕事ができてっていう状況を作るために、ミニマリストになって、ライフスタイルとかもこうどんどん変えていってるわけなんですけども、やっぱりこのパソコンのスペックだったり、パソコンの性能っていうのは非常に重要になってきます。で、僕もですね、YouTube とかネットで MacBook Pro の書き出し時間が具体的にどれぐらいになるのかっていうのをそのあんまりよく調べきれなかったので、まあ、今回ですねこういうふうに動画に残しておくことによって、まあ、MacBook Pro で動画編集をして、そしてそれを書き出したい、早く書き出したい人のなんかこう参考になるかなというふうに思って、まあ、この動画ちょっと残します。で、僕がこの MacBook Pro を買う前はですね、 MacBook の12インチのRE 2016年モデルの Core M5 を使ってました。確かグラフィックがですね、510とかそういったものを積んでいたと思います。で、6分ちょっとの動画を 1080p の60コマで書き出そうとすると、45分とか50分ぐらいかかってました。はい。で、その前ですね、MacBook Pro 13インチ買いましたっていう動画で、わかる人とか聞いていただければいいんですけど、1080p の60フレームで、その書き出しをしてるんですけど、そうすると、だいたい、20分から25分ぐらいかかります。書き出しに。そういった話をしてましたけど、あれは完全に僕の間違いです。はい、申し訳ございません。なので、その50分かかっていたのが、MacBook Pro 13インチ、まあ、2017年モデルに変えて、どれぐらい早くなったのかっていう、ところですよね。はい。っていうのをちょっと今からお見せします。2017年モデルで、プロセッサーが Core i5 で、メモリーが 8GB、グラフィックスが、640を積んでます。で、これ今、iMovie を使ってます。で、この、昨日ですね、DIY 動画を出したんですけど、その DIY 動画の長さが6分と5秒です。まあ、この動画をですね、じゃあ今から書き出します。僕はですね、今この 1080p の60コマで選択して、品質優先を選択します。この段階でファイルサイズがですね、926.8MB ということで、だいたい 1GB になります。前回使っていた MacBook 12インチの Core M5 のやつをで書き出そうとすると、40分とか45分とか50分ぐらい。は平気でかかります。で、今回ですね、この13インチモデル、2017年の13インチモデルで書き出すと、保存を押します。で、ここら辺にですね、秒が出てきますんでね。はい、ということで、なんと3分で書き出すことができるということなんです。めちゃくちゃ早い。僕の場合、毎日ですね、まあ、ブログスタイルということでアップしていくわけなので、動画アップに2、30分毎日続けるのか、3分を毎日続けるのかで、もう1年後、雲泥の差が生まれちゃうわけですよ。はい。なので、初めてこのパソコンで、その動画書き出しボタンをポチって押してもらったら、まあ10分ぐらいまで短くなればいいかなっていうふうにポチって押したらですね、なんと3分で出てですね、もうそれに感動して、うわ、買ってよかったーっていうふうに本当に思いました。まあ持った時にちょっとテンションが下がっちゃうぐらい重いんですけど、でもそれぐらい重かったとしても、やっぱそれ以上にもう速いっていう、そのスペックが高い高性能っていう、そっちのですね、感動の方がでかく、そっちの感動の方がでかくてですね、僕はこれを買って非常に満足しております。6分の動画を 1080p の60コマで書き出すのに3分ですよ。いやー、本当にさすがです。さすが。
もしですね、MacBook Pro を使って動画書き出ししたいんです。でもどれぐらいの時間かまだ分かりませんという方はですね、ぜひこの動画参考にしてみてはいかがでしょうか。ブログスタイルだったり、ライターさんみたいな方はですね、僕は MacBook 12インチで全然大丈夫だと思います。むしろあれが軽くて、もうミニマリストならあれを持ちたいっていう感じなので、はい、あれは最高です。はい、でも、スペック面で言ったらこの2017年モデルの MacBook Pro も最高なので、はい、まあ僕はこれをしばらく使い続けようと思いました。はい、ということで、もしですね、この動画が参考になりました、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。